どうも、八木島です。今日は、ちょっと映画の料金の話、その辺を、簡単な感じで、ちょろっとまとめてお話ししてみようかなと思います。それでは、やっていきましょう。皆さん、映画館で映画見てますか？今、だいたい料金は2000円とか、1900円とか、そのぐらいなのかな。で、やっぱり値段高いよね。日本は、まあ、一番とは言わないけれども、割と料金的なもので言っていけば、高い方です。安い方ではない。なんだけれども、まあやっぱりでもね、映画は、後で繰り返し配信で見たりとか、ね、ソフト買ってみたりとかって、それはいいと思うんだけど、一回はその作品を劇場で見る方が、僕はいいんじゃないかなと思ってて、やっぱりその、スクリーンを使ったスペクタクルとかっていうのは、スクリーンならではのものだからね。だから、それをね、こう見てもらうっていう意味では、劇場に足を運ぶしかないわけなんだけれども、どうしてもやっぱり料金がね、上がって、できてるから昨今。このコロナ禍以降でぐんぐん上がったからね。で、まあ上がった理由の中に、どうせみんな何らかの割引でしか見てないからっていうことを、東宝だったかな？かなんかが値上げするときに、いつだったかのときに、値上げするときにそれを言ったんだけれども。うん。僕なんかはね、何箇所かメンバー登録して、割引使ってるけれども、まあやっぱり入ってない人が多いわけですよ。そうすると、料金を満額払わなきゃいけないっていうことも多い。で、そこで、僕がやっぱりおすすめしたいのは、そんなにたくさん見る人じゃなかったとしても、メンバー登録した方がいいよっていう話なのね。もちろん、おすすめできるメンバー登録の、できる映画グループと、いや、そんなに見ないんだったら、やめといた方がいいんじゃないっていうグループと、二つに分かれるんだよね。ざっくりと、いくつかのタイプ分けをすると、まず、入会金無料で、会費も無料のところ。これが一つ。で、もう一つが、入会金が結構高くて、更新料がないところ。これが一つ。そしてもう一つが、入会金が安くて、更新料が、まあ、高くない。そこそこのところ。この三つに大体大別される。どのグループがいくらでってやってると、ものすごいいっぱいグループ数ってあるから、それは追い切れないんで、自分がよく行く、まず足を向けたくなる場所、の劇場のグループのを調べてみてもらって、詳しくはそれを見てもらうんだけれども、今回僕がお話ししたいのは、松竹、SMT グループの、メンバーは、これはね、なっちゃっといった方がいいんじゃないかなっていう、そういうお話なのね。松竹は結構ムービックスっていう、映画館が松竹の SMT の、映画劇場グループなんだけれども、入会金無料なのよ。で、更新料もない。で、これはね、一つ微妙なところがあるんだけれども、それは一回見たら次のクーポンがもらえる。1300円になるのね。で、一回見なきゃいけない。で、その最初の1回を、例えば水曜日とかのサービスデーに当てて、そこでクーポンを作って、あとはもう途切れさせないように、これ1ヶ月しか有効期限がないから、やっていかないと割引をうまく継続させることができないっていうデメリットはある。なんだけれども、無料で入って更新料がない状態で、6本見れば、一回タダで見れるから、年に、6本ぐらいは見るよと。
あるいは月に1本ぐらいは大体見てるよなっていう場合だったら、これ入っといて損はないんじゃないかなっていう。それだけで、1回見れば次はこの1300円のクーポンが手に入るからね。これはね、おすすめかな。で、割と結構、本数は見るんだよっていう人だったら、ヒューマックスとか、ユナイテッドシネマのメンバーが、割とおすすめ。で、ヒューマックスの方は、入会金が高いのよ。1000円とかするの。なんだけれども、平日割って言って、平日であれば、1300円だったかなになるんだよね。で、やっぱり6回見れば、1本無料っていう形で。でも土日しか行かねえよっていう人は、これはまあちょっとおすすめはできない。なんだけれども、ユナイテッドシネマの方は、この前の12月15日から料金が改定になって、それまでは金曜日がメンバーズデーで1100円になってたんだけど、変更になったのね。で、これは、平日が1300円、土日が1500円になるっていう、割引体制で、平日割っていうところは、さっきのヒューマックスと似てるんだけれども、6回見れば1本無料なのは、どっちも同じ。なんだけど、ヒューマックスの場合は、その1本無料の、通常鑑賞料金1本無料の1本分を、IMAX の鑑賞料の部分には当てられないのよ。そう。ところが、このユナイテッドシネマ系の場合だと、通常料金の部分に、6ポイント当てて、ここを無料にして、IMAX や 4DX の特別鑑賞料金部分、ね、そこの部分の上積みだけを払えば見られるっていうメリットがあって、これが非常に使い入れがいいんだよね。普通に、4DX 見に行こうとしたら3000円とかかかっちゃうわけじゃない。で、IMAX にしても2600円とか700円とかなんかそのぐらいの料金かかるよね。そう。その部分の下の基本の1900円とか2000円っていう部分の、特別鑑賞料金の部分をカット、6ポイント当てれてカットすることができるから、そこそこ本数を見に行くっていう人にとっては、このユナイテッドシネマ系はちょっとおすすめなんだよね。年間500円で毎年500円かかるんだけど、あ、600円になったのか、15日かな。なんだけど、すぐにそんな元は、本数そこそこ見る人だったら、すぐに取れちゃうんで、いいのよ。で、ここのね、俺がユナイテッドシネマ系を押す一番の理由っていうのは、普通はね、6本見たら1本無料のところがほとんどなんだよ。なんだけど、2本分、つまり2ポイント使って、料金を1100円だったかなにするっていう見方ができるのよ。だから、6ポイント貯まらなくても2ポイント使って安く見るってことが、これ可能なんで、ポイントの運用の仕方っていうのを、いろいろ試行錯誤して、幅を広げることができるんだよね。だから、毎年500円かかってしまうんだけど、そこそこの本数を見る人の場合は、僕は、このユナイテッドシネマ系は、IMAX も 4DX もスクリーン X もあるから、入会しておくとお得に見れてポイントをうまく使うっていうのが楽しくなるんじゃないかなと。ちなみにこのユナイテッドシネマっていうのはローソン系の映画館でコンビニのね映画見る前にいろんな CM 流れると思うんだけどそこで必ずローソンの CM が流れる。まあ、それだけちょっといただけないんだけど、割とそのポイント運用っていう部分では、いいかなと思います。で、東宝もね、これに似てるんだけど、そこまで、ちょっとこう、ポイントを自由に活かせたりとかっていうところが、使い手がないんで、
僕個人的には1番、これも全くの支払いなしでメンバーの特典だけは得られるようになる、松竹の SMT グループのメンバー、これはもう絶対入っといた方がいいと思う。でそこそこ見るよっていうんであればユナイテッドシネマ、これを入っておくっていうのがいいんじゃないのかな。いくつかのグループね、いっぱい見るんだったら僕なんかは、松竹、ユナイテッドシネマ、US シネマ、ヒューマックス、この4カ所でメンバーになっているんだけれども、そう、結構本数見る人であれば、割とその更新料があるだとか、入会金があるっていった場合であっても、メンバーになっておくと、お得にはなるんだけれども、まあ年間10本ぐらいとか、まあ5、6本しか見ないよっていう場合であっても、無料であるとか、こう、そう、更新料、入会金更新料が600円ぐらいの負担であれば、まあ、入っても安く見られる部分でお得じゃないかなっていう話ね。で、それはもう自分の近くにそんな劇場ねえよ、そんなグループの映画館ねえよって、あるいはやってて、あったとしても見たい映画ないんだよ、そこで、とかっていう、そういうこともあるから、まあ、とりあえず一遍、自分のよく行くところとか、この辺のエリアでどっかみたいな感じで、自分に都合のいい、会員割引のシステムをね、インターネットでちょっと、調べてみて、そこのメンバーになるっていうのがいいんじゃないかなって、そういう話です。僕のチャンネルね、30% ぐらいの人が、60代以上だったりするので、そういう人は関係ないんだけどね。シニア割っつって、1000円で見れちゃったら。でも、それ以外の人っていうのは、ね、通常料金2000円、これじゃ7000円か。2000円かかっちゃうから、ね、ちょっと行きにくいっていうところがあるだろうし、50歳以上であれば、2人で行く分には、ペア50割っていうんで、安く入れたりとかっていう特典もあったりはするんだけれども、若い人たち、もう本当はね、若い人、うちの視聴者だと、4分の1ぐらいの人かな、は、20代から30代の人なんだけれど、こういう人たちが一番こう、例えばデートで行きたいだとかっていう形で、あるいは趣味にしても、一番こう、エネルギッシュに映画館を使いたい理由がある年頃だと思うんだけども、そういう人たちっていうのは、このメンバーシステムとかを使わないと、安くできないからさ。だから、ね、2000円で2人で行ったら4000円だもんね。ちょっときついよね。だから、まあなんか、そういう割引の効くね、メンバーシステム、なんかメンバー登録とかめんどくせえなと思わずに、ちょろっとこう見てみると、あ、なんだ、これぐらいでいいんだとかっていうことがあるんでね。調べてみてほしいなと思うわけですよ。特にね、メンバーになるといいことがあって、普通の一般のお客さんよりも3時間早くチケットの予約ができるわけ。だから、こういう場所で、見たいんだっていう席を割と高い確率で確保することができるんで、ね、ちょっと前にね、なんかニュースで、席を譲る譲らないみたいな、変わる変わらないみたいな話があったけども、そう。そうやって優先的に3時間、他の人よりも3時間早くチケット取れるっていうシステムを使って、チケット取ってたりなんかもするから、そりゃ変わらねえよっていう話にはなるんだけれども、そう、そういう形で割と高い確率で自分の入りたい席が取れる、可能性が高まるのも、メンバー登録してることのメリットなんで、自分の都合のいい劇場のメンバーの特典をちょっとこう見てね、あ、ここ3時間先に予約できる。3時間先に予約できるのは全部のメンバー、全部のグループのメンバーではないけれども、結構多くの劇場でその優先的に座席を確保できるっていうサービスをやってたりするので、そういう特典も、使ったりしながらね、やってみるといいんじゃないかなと思います。
ね、飲み物とかが安くなるようなサービスとかもあったりもするしね。なので、ぜひ、一度検討してみてください。思いのほか映画の料金を安く下げられたりするので、おすすめです。メンバー登録。じゃあ今回はこの辺にしときましょう。なんか参考になったなとかって思ったんだったら、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。それでは。